回は SNS、メールを使った詐欺について話をするで。チュールのささみ味30個。で、黒毛和牛味っていうのがあるかな。これ40個ください。ポンちゃんめっちゃハブリーやん。どないしてんな。それがな、最近めっちゃついててな、この前突然メール来てんけどな。あなたは500万円が当たりました。で、つきましては、この、リンクをクリックしてもらえれば500万円もらえますって言って、あかん、ポンちゃん、それ、あかんやっちゃう。うん、手続きをするためにここに3万払ってくれて言われたんで、今払ってきたとこ。もうこれは完全にやられたな。それは典型的な詐欺の手口やな。いくつか典型的なインターネット詐欺のパターンがあるんで、今回はその中でも特に危険なフィッシング詐欺について話をするで。もう騙された後やけど一応教えて。有名な銀行とかな、それからオンラインショッピングのサイト、本物そっくりに作った偽物のサイトがあるね。ほらこれ見て、フィッシングサイト。これだけ見ると本物か偽物か区別つかんやろ。そこになうまいことメールとかで誘導されてな、でそこにID とかパスワードを入れる欄があるから、普通なパスワード盗まれてしまうやろ。詐欺師はな、そのパスワードを使って急にお金を下ろしたり物を購入したりできるわけや。気づかへんと使い放題、下ろし放題になってしまうやん。怖いな、これ。ほな、セキボン、これ、どないして騙されんようにしたらいいの？まあ、最初はそのメールを疑うことやな。大手の銀行とか、オンラインショッピングのサイトは、そんな誘導するようなメールを送ってこへんからな。あとは、アドレス欄を見ることやな。このウェブページのアドレスが、本物のものか、そうじゃないのかっていう、そこで見分けをつけるしかないな。でもなんか、騙される側がこんだけ気を使わなあかんっていうのも、ちょっと変な話やな。ほんまはこうやって詐欺を働くやつを取り締まらなあかんやな。そやな、厳罰化は必須やな。ただこういう詐欺を働いてるやつは国内じゃなくて海外からやってることもあんねん。だからなかなか国内の法律で取り締まることも難しいね。詐欺を防ぐためには自衛も考えていかなあかんねんな。皆さんもこれを機会にもう一回注意するように心がけてね。ほなねー。